こんにちは。こんにちは。はい、本日は世界で働く女性のためのポータルサイト、世界ウーマンのファウンダー藤村ローズさんのお話をお伺いしたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それでは早速ですけども、お尋ねしたいんですが、どのような夢やビジョンをお持ちなのかについて教えてください。はい、私はですね、はい、全ての人が自分らしく実現し、自己実現していけたらいいなって常々思ってまして、はい、まあで、まあ、そういう思いで世界ウーマンというサイトを運営しております。はい、で簡単に世界ウーマン の、ご説明させていただきたいんですけれども、はい、まあ、海外在住の女性ですとか、あとこれから海外に住みたいなっていう女性向けにですね、情報発信ですとか、イベントの開催と、もしくはお仕事の、ご紹介とか、まあ、いろいろコミュニティの運営とかいろんなことをしているので、まあ、ポータルサイトというふうにさせていただいております。はい。はい。で、まあ、夢やビジョンということで、なので、こう一つのこうビジョンというよりは、それぞれがそれぞれにこう自分らしく輝けたらいいなって、そういう世界ができたらいいなっていうふうに私は考えております。いいですね。ということですよね。そしたらですね、それを具現化するために、どんな目標や計画を立てていらっしゃるんでしょうか。そうですね。まあ、あんまり私自身、実は目標とか目標を立てるのはあんまり好きじゃないんですよね。はい。というのは、ね、達成できなかったら悔しいし、こうはい。ちょっと無理しちゃう時があると思うんですよ。なので、まあ、個人的にはあんまりそこまでやらないんですけど、まあ、そうも組織を運営してますので、まあ、そうも言ってられずですね、はい。一応計画は立てておりまして、はい。世界ウーマンがですね、2018年に公式に運営を開始しまして、今丸3年迎えて4年目なんですけれども、はい。やっぱり最初はこうコンスタントに運営していけるか、私が一人で始めたものですから本当にわからない状態でだったので、だってまず1年はとにかく毎日できるだけちゃんとコンスタントに更新する それから人を巻き込んでいって、3年の間に基盤を固める。で、今はですね、5年の間に世界ユーマンの名前をもっと知っていただきたいなと、広く浸透させていただきたいなと考えております。はい。すごい苦手なんなで計画を 突破して立てていらっしなゃんるでとすいうかことね。で。そうですね。なんか、目標達成って、まあ、得意なんですよ、実は。ただ、無理してやっていくのは何か違うなって思ってて、じゃなくて、はい、もう自分らしさをこう満開にこう皆さんに輝かしてきて、まあ、もちろん世界ユーマンのサイト自体もそうですけど、こう、はい、そんな感じで、こう緩い計画、目標という感じですね。そうなんですね。そしたらですね、その目標計画に対して、現在はどのような、活動支援を、どんな基本的な活動をされていらっしゃるんでしょうか。そうですね。まあ、日々その記事の更新、これは欠かせないことでして、で、そのためには、執筆してくださる方とか、あとイベント開催してくださる方と、登録者をこう増やして、ずっとコンスタントに増えてるんですけど、あと、まあ、一気にこう広く浸透させるためには、やはりPR 活動ですとか、あと他の企業さんとのコラボ、B2B とのつながりに今力を入れておりますね。で、まあ、はい、私自身もこうあまりインタビューとか慣れてないんですけれども、お話をいただいたらできるだけ積極的に、はい、させていただきたいなと思って、今日もなかなか慣れないんですけれども はい、お願いできたらなと思っております。そしたらですね、そもそもなんですけど、その夢はい。ですね、夢ビジョンを持たれるようになったきっかけは何なんでしょうか。そこにはどんな発見出会いがあったんでしょうか。そうですね。まあ、私自身が、2004年から、中国の北京に留学したんですけれども、もともとの計画はこう1、2年とか
って帰ってまた日本で働く予定だったんですね。はい。ただその、まあ、その後結婚とかありまして、帰るつもりが帰らず日本からどんどん離れていってしまって、んで私自身あと子供も生まれて、まあ、小さい間はかなりこう子育てに時間取られるじゃないですか。はい。で私自身は何かできることが社会の中であるのにできない、そういう悩みがあって、でまあ、あとママ友との知り合う機会もたくさんあって、はい、で結構そういうキャリア、自分のキャリアの形成に悩んでる女性がたくさんいたんですよね。んーでこうでまあ、それで自分ができることを細々と続けていたりとか、あと、まあ、アクセサリー作ってる方とかだとショップをやってたりとかで、お友達だけに売ってるみたいな、そんな方もいて、で、はい、そういう みんなの情報が集まったサイトがあればいいなというのが、そもそも世界ウーマンを作ったきっかけになります。うーん、情報でこう集まれるようなっていう、そういうようなイメージなんですね。はい、で今もサイト上に皆さんのこう自分出したい方はリンクだとか貼っているので、はい、意外といろんな意外なところから声がかかったりとか出会いがあったりするようです、はい、いやそしたらですね、ちょっといろいろ経緯はあると思うんですけど、その発見出会いの背景には何があったんでしょうか。そうですね、やっぱりその、はい、動いてみるってことは大事だと思いますね。私自身も、はい、まあ、子育てにこう日々追われながら、そしてまたこう引っ越しが急にやってくるんですよね、はい、でもまたいつ引っ越しが来るからこうやらないでこう一人でモヤモヤしてても何も起こらなくって、まあまたゼロに戻っちゃうかもしれないけど、とりあえずやってみる。でやってみることでこう何か見えてくることもありますし、意外なところからサポートの手が入ったりだとかですね。私自身もそういうことを経験して思い切って本当に世界ウーマンを始めてよかったなと思うんですけど、本当、ね、今ではもう500人ぐらいの方にご登録いただいていて、本当にこうなかなかやっぱり皆さんいろんなところに住んでるので、はい、実際に会うのは難しいんですけど、でももう本当に昔からの友達みたいな感じです。こう世代とかも超えてで、ね、いろんなこう次のなんかお仕事お願いしたりとか、何か一緒にしましょうとか、そういうきっかけになってるので、やっぱりその行動してみるっていうことはすごく大事かなと思っていますね。で、あと皆さん、まあ、いろんなことで皆さんも悩まれると思うんですけど、私もそうなんですけど、悩みの答えって結局自分で持ってると思うんですよね。ね、まあそれでもう人に聞いてみたりこうすることも、その答えを、まあ、決断ですかね、答えってこう一つじゃなくってその決断ですよね。もしかしたら間違ってるかもしれないし、大変な道かもしれないけど、そっちに進むっていう決断を自分でするということ、結局やっぱり自分で決めていて、だからこういう人との出会いだとかね、それがすごく私自身も刺激を受けてですね、本当に、はい、世界ウーマンを作ってよかったなって、まあ、自画自賛ですけれど、はい、思っております。なんかやってみないとわからないその決断みたいな、そういうのっていうのはもともとローズさんの中で、なんか大事にというかされてることなのか、そのあたりはどうなんでしょうか。そうですね、私もね結構ね、やっぱり計画好きで、かなり頭の中でシミュレーションしてから行動に移すタイプではあるんですけど、でもかなりこう自分でこう綿密に考えたつもりでも、実際にやってみると、あれ こうなるはずじゃなかったっていうことありません？ありますよね。ね、だから、はい、まあ、ある程度その何も考えずに、あ、やりたい、やっちゃうっていうのはちょっと危険かなって個人的には思うんですけど、まあ、でもある程度自分で道筋決めて
って、うんうん、でやっぱりやってみないとわからないですよね、うんうんうん、だからはいそうですね、はいうんうん、まず行動を起こしてみるっていうのはすごく大事かなと思っています。じゃあ結構もう子どもの時からまずはこう、まあね、シミュレーションとかもちゃんとこう計画立てとかする方、うんね、であのいらっしゃったかもしれないんですけども、同時にこうアクションも起こされながらどんどん一個一個、うんまあ、小さいところからいろんなこう決断をしてきた、そのような人生だったのかなと、ね、お聞きしながら思ったんですけども、はい、はい、そうですね、うんまあ、多分、はい、もともと多分こう行動を起こすのは得意なタイプ だと思うんですけど、あれですね、子どもの頃できなくて大人になってできるようになったのはその継続していくことですかね。特に子どもを持ってからそういう力が強くなったと思います。なんかまあ、試験とか学生時代の試験とか、はい、結構直前でも一夜漬けとかでも結構こうなんとかなることもあるじゃないですか。でもやっぱりコツコツ少しずつやってる方が楽だし、うん、楽だし何ですかね、効果が高いってことにどっか気づいたんですよね、はい、大人になって。なので、はいはい、細々とですけどコツコツと世界ウーマンの活動を続けていって、まあ、今後もいろいろお話今いただいてますので、うーんこのまんまこう広げていって皆さんね、より多くの方のお役に立てればなと思っております。はい、ちょっとお聞きしてもいいですか。はい、子供の時とかになんかこうやってみてうまくいったみたいな、うん、チャレンジをしてこれがうまくいったみたいなエピソードがあったら教えていただきたいなと思ったんですけど。そうですね、子供の時は、はい、私結構幼少の頃は田舎の方に住んでて結構おてんばだったんですよね。はい、で結構こうやっぱ元気なタイプで、とにかくみんなにやってみようっていうタイプ でみんなが何か諦めちゃってもまだできるっていうタイプではあったと思います。ただ成長とともにやっぱりなんかそういうタイプってあんまりこう出る杭は叩かれるみたいな感じでこういて、結構ね二十歳前後の時はなんかこう結構へこんでたと思うんですよね、はい、自分の人生の中で。でも海外に出たことによってこのなんか日本人っていう枠が外れてきて、はい、本来の自分らしさが多分出てきて、うん、今は、はい、最初は語学の壁とかすごくあったんですけど、それもねだいぶ乗り越えて、英語であればなんとかなるみたいな、うん、英語がつながる、うん、通じればなんとかなるみたいな。でとにかく行動を起こすってやっぱり大事だと思いますね。うん、じゃあ子供の頃からやっぱりチャレンジ精神みたいな、うんあったかもしれないですね。まだやれるみたいな、うん、まだやれる、本当自分をどこまで追い込むかみたいな。結構人ってこう自分が無理って思ってたこともいざそこに追い込まれてみるとこう急にキャパが増えたりするんですよね。あ、それが積み重なっていくと気がつけば自分が思ってたのことと全然もう違うレベルのことができるようになってたりしますよね。うん、私もまさかこう一人でこう自分で作ったサイトを運営し始めてこんなにたくさんの方が参加してくださってこう利用していただいて本当思ってなかったです。ただ何か一緒にやりたいとか何かお手伝いできることがあればという思いだけでこう続けてきたので、それから、はい、私自身もこう学ぶことも多いですし、はい、日本語のサイトなので日本語が使える方、はい、日本人のみならず、うん、参加していただけるので、はい、本当つながる力で 1+1 は2じゃなくって本当3にも4にも100にもなるような感じなので、うん、はい、ぜひね、皆さんにもご利用いただきたいなと思っております。はい、なんかこの間お話をお伺いしていてこう助け合いの精神というか結局一人では何もできないから、うん、みんなとのこう協力体制がすごく大事だとおっしゃってたのをすごく思い出すんですけども、あ、やっぱりそういう、うんうんうん、そうですね、なんか女性って結構なんか競争、うん、男性って結構やっぱりこうホルモンの関係が結構競争になる、はい、なりがちだと思うんですけど、はい、女性って結構こう協力することで力を発揮していきやすいなっ
というのは前々から思っていて、で今も実際に本当にそう思うんですよね。はい、うん、なので、はい、女性ならではという、うん、そうですね、力を本当、はい、開花させてですね、うん、皆さん自分らしく活動を、はい、ね、あの本当日本のみならず国境はね本当自由に越えられますから、あの自分の意思とビザを取れば、うん、そうですね、ぜひ、はい、皆さんらしいところで輝いていただきたいなと思いますね。はい、ありがとうございます。本日はすごくなんか力強いメッセージをいただいたなと思います。ありがとうございます。はい、これからもあの活躍を応援しています。本日は藤村ローズさんのお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。